そう、それじゃない。じゃない。短すぎるで。こういうこと。ジーナも普段はしっかりしてんだけど、こういうとこ間抜けよね。コード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 いや、短い、確かにコードだけど、何も考えてない。コードは何も考えてない。びっくりしてる。びっくりしないで、うん、ご飯って言ってなんか全然違う、そこら辺のペットボトルでも出してるような感じ。まあ少々お待ちください。また、うん、お客様が今までいていただいて遅くなってしまってます。めちゃくちゃありがたい話なのに焦っちゃうね。ミニに電話を戻したりして、カサ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 、モッチーさん、着替えてきたの。やっぱパンツが、デニムがいいかな。うん、うん、いいと思います。少々お待ちください。だいぶ遅れております。でも今日はちょっと皆さんに見ていただきたい。これでいいですか。あ、いいんじゃない。うん、これ声が入ってる。OK、 はい、そう、見てもらいがいのある、ライブになると思います。少々お待ちください。今までお客様がいらっしゃってありがたいことに忙しかったです。まあ何気に今日のライブの内容画面の向こう側に映り込んでるから見え見えですけどね。揃いました。あれ、ジーナ、その水玉のスカートは買わなかったんだ。あの白、白にしたんだ。両方買うとか言ってたけど、あの黒が、うん、あのブルーが、あの最初買ったの。うんうん、今は白。そういうことか、うん、面白いよね。私のサイズじゃないんだけど、もう息をね、止めてギューって吐いたら吐けたとか。そうです、大好きだから。うん、さあ、もっちーさん、すいません、まだかい。待ってって、嫌だよ。
下は何を履いてるの？デニム？はい、うん。あ、それとあれだ、サッシュベルトも今日新たにまた入りましたよね。サッシュベルト。あ、はい、ね、サッシュベルトも皆さんにお知らせしてください。足元は？あ、うんうん、履きなさいよ。履いてないからびっくりした。せっかくバッチリ揃ってそれを紹介するのにあんたサンダル履いてどうすんのよ。すいません、あのライブ始まりますのでもうちょっとお待ちください。画面がフリーズしちゃってる。何もやんないのかなって感じだからちょっと出なさいよ。ピュッピュって。はい、あれじゃないですか、うん、ジーナさんが。そうです、久々、うん、ジーナちょっと出て、はい、こんばんは、ジーナですってはい、こんばんは。はい、おー、あれ、さ、去ってくのかい、ジーナ。去ってくの去っちゃうの。うん、そうよ。もう一回、もう一回ね、ジーナも今まで、はい、仕事をしてました。今も仕事をしてくれてます。はい、うん、あ、久しぶりに綺麗なジーナをみんな見てくれたよ。ほんとですよね、髪の毛とかイメチェンしてるんですけど。あ、そうそうそう、髪切ったの知らない方いるかもね、うん、あー、いい女だほんとあれ隠れて、はい、行きましょうか。いや、いいね、このなんとかね、うん、隠す必要ないか。いいね、このスリッポン。かわいい、かわいいよ。ね、うん、さあスタートしましょう。はい、はい、もう黙ります。はい、はい、皆様こんばんは、スマークモップチャンネルです。お待たせいたしました。あんたモップっていう名前がなんか変なのよ。でもショップチャンネルとモップチャンネルをかけたんですけど、うん、まあいいや、まあいつも同じ会話だね。いつも同じ、はい、そうね。あ、うん、ジーナさん、うん、ジーナ、ご苦労様。みんな、うん、ね、そうだよ、ね、ちょっと挨拶してよ。はい、みなさん、お久しぶりです。ジーナさんです。ジーナと申します。みんな知ってるよね。そう、髪の毛短いジーナさん、珍しい、ね、うんうん、一段と美人のジーナです。本当ですよ、本当ですよ、はい、短い。ビューティフルウーマンね、インターナショナルビューティフルウーマン、ね、今日かわいいのね、欲しい、かわいい、柔らかい、柔らかい、そう、かわいい、キラキラだよね。キラキラ、キラキラだよ、キラキラだよ。そうそうそう、女性はキラキラだよ、存在が光り輝いてる。ジーナちゃん、お疲れ様って。ありがとうございます。お疲れ様です。そうだよね、今日ジーナ一緒だったもんね。ありがとうございます。じゃあこの時間で、はい、うん、お疲れ、みんなさん紹介してください。よろしくお願いします。はい、はい、またお願いします。ご苦労様、お疲れ様です。気をつけて。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。はい、元気いっぱいね、ほんと元気はいはい、いきます。はい、はい、今日はいよいよやっと、うんうん、待ちに待ってたスニーカーが入荷しました。待ったね、待った。はい、本当に待った。はい、ライブじゃない、はい、インスタの画面とか、うん、あとあのいろいろ告知でちらっとご紹介したんですけれども、うんうん、かわいいっていうか本当綺麗だよね。そう、本当に綺麗なんです。気合い十分、皆さん見てくださいね、うん、ちょっと待ってくださいね。はい、こちらになります。こちらめちゃくちゃ可愛いのが入りました。こちらがですね、ここのチェーンがかなりポイントなのと、うん、あとソールがね、それがいいよね、ね、このキラキラ
今までもスニーカーにあのこういうあの仕様のあったんですけど、うん、このローファータイプは初めてです、うん、ね、うん、結構やってきたけどね、そう、あのさらにだんだん良くなってるよね、そう、綺麗に作られてます、うん、で後ろがこうちょっとギザギザして今ちょっとテープ貼ってるんで、はい、あ、そうか、綺麗に貼った、あ、すごい、そう、うん、こんな感じになっていて、はい、柔らかくて軽いです、すっごく、うん、すっごい履きやすい、こう見、はい、こう見えてこんな軽くて柔らかいので、うん、ね、すっごく扱いやすいです、はい、でこちらが黒になります。インソール、インソールもう元より厚底って感じ、うん、厚底だ、はい、厚底って感じです、ね、程よい厚底、うん、今までのスニーカーより断然厚底ですね、うんうん、いい感じです。この分身長が高くなる、そうですね全体が高くなってフラットで、あの、うん、中は結構弾力があるのですごく楽です、はい、こんな感じになりますね、いいよね、扱いやすそう、はい、ということでこれは気合い入れて、そうなんですよ、うん、で今履いてるのが白なんですけど、はい、白が牛革です、はい、はい、本当に何の準備もできてなかった、うん、でこちらが、うん、白になります。いいね、真っ白、見てください、そうスリッポン真っ白、潔い白です、漂白したような白です、ですね、はい、こんな感じになります、はい、ありがとうございます。もうチラッて見て牛革って分かっちゃうんだね、ですね、うん、さすがです、さすがです、こんな感じになっております、はい、なんかいいよね、いいそのなんかいいはどこに行った、本当です、はい、で今履いてるサイズが、うん、23.5 ですね、はい、これサイズ、23から25まで、25まで、はい、25だけはあのなんだか、各白と黒一足ずつだっけ、25だけは、はい、他はねあの複数足入れてますけど、うん、特に25サイズの人限定かなとか思って、そうですね、うん、あるといいんですけど、はい、あ、スニーカーかわいいです、ありがとうございます、かわいいですよね、そうで、これめっちゃかわいいっていうかめっちゃいいよねめっちゃいいです、うん、軽いしとにかく履きやすくて、うん、でおしゃれ、うん、厚底なところもいいし、うん、ローファータイプ今年使いやすいと思います、うんうん、足のホールドがしっかりしてる、そうですね、はい、ここがね、うん、このところがスリッポンが履きやすくて好きです、これはスリッポンだよね、これスリッポンです、はい、こんな感じ、普通の23ですかって、うん、ちょっとお待ちください、はい、今履いてるの 23.5 なんですけど、うん、今黒の23を履いてみますね、はい、なんせ全く準備できてなくて申し訳ないです、すいません、写真お願いしてもいいですか、ああごめんごめん、すいません、はい、はいはい、割と冷静に言われちって、はい、ブログがね、はい、はい、足元お願いします、はい、へいへい、失礼します、はい、この金段がいいよね、はい、はい、でちょっと黒の23を履いてみます、はい、もうなんか綺麗だね、本当に綺麗、かかとが柔らかいので、うん、このままスリって履けるんですけど、うん、いや、やっぱりこのキラキラって女の人は絶対楽しめるね、うん、キラキラそのものを、でシルバー銀系のキラキラだからなんか、うん、そんなにキラキラしない、キラキラしないっていうか、ギラギラしない、ギラギラしない、キラキラをしないといけないか、うん、あ、ですね、はい、なんかね、サイズ感があの
どうなんだ、どうなんだ、こうなんだって今日お客様と電話で話してたんですけど、うん、これに関して言うと、うん、本当に23は23です、うん、23.5 は 23.5。 ああ普通じゃん。でもちょっとちいちゃめとかちょっとなんとかとかあるじゃないですか。で、だいたい私は23でたまに 3.5 を買うかなっていう感じのサイズなんですけど、これは今ストッキング履いてるんですけど、ストッキング履いて23でちょうどいいです。デートに履いてったら絶対可愛いです。ちなみにもっこちゃん、デートに履いてくとしたらどっちのサイズを履いてく？23。あ、ちょっとでも小さく見せたい足を。あ、でも靴下とか、あざい、うん、あのちょっと厚手の靴下とか履きたいっていう方は 3.5 でもいいかも、うん、通常23から 3.5 の方は、うんうん、ハーフサイズ上げてもいいかもしれない、うん、ただ履き込みがすごくいいみたいっていうか、スリッポンの場合は履き込みいいから、うん、サイズ的にストレスはないと思うね。ワンサイズ分ぐらい、そうですね、あの、うん、脱げることはないですし、うん、薄手のソックス履いたらどうかな。薄手のソックスのちょっと待ってくださいね、うん、あ、やっぱり 3.5 大きいな私は、素足だと、うんうん、ちょっと薄手のソックス履いてみましょう、うん、はい、はい、ちょっと待ちください。今日はもうリアルのライブ、全くソックスを履いた感じで試してるとかいうこともなく、しかも今日ずっと両方忙しかったから値段もチェックもできてないね。そうですね、ちょっとこのぐらいの厚みの見えるのかな、ソックスを履いてみます。普通の薄手のソックスね、はい。ガオカには遅れたの？遅りました。さすがです。中敷き入れても大丈夫ですかね？あ、中敷き入れるんだったらハーフサイズ上げた方がいいと思います。さすがですね。今日はこの靴に関してはコメント多いね、うん、ありがたいです。ソックス履いた感じはどうなる？ちょっと待ってくださいね、うん、その感じでソックス履くとファッションとして見ないでくださいね。すいません、うん、かなりやばい。リアルなんとかって感じで、うん、リアル田舎もみたいな。お、いいじゃん、片方ずつ色を変える。そう、お、まぶいじゃん。あ、すっごい悩むな。あ、でも薄手のソックスだったら、はい、意外と23でいけるかも、うん、じゃあぴったりサイズで履きたい方においては、うん、薄手のソックスを履いても23でいいと思いますということです ね、 ね、ちょっときつくなるとかではないですね。ありますけど、うん、嫌なきつさじゃないんですよね、うん、うまく言えないんですけど、うん、なんか、いや綺麗だね。でも、もう本当に、うん、サイズ悩みますよねって。ラブラレートさんだったらサイズどっちだ？ラブラレートさんだったら割とちょいゆるで買われることもあるか、うん、でも 3か 3.5 だと思うんですよね。サイズちっちゃいよね、身長終わりだけどね。 3ですかね。あんまり厚手の靴下履かないと思うので、はい、うんうん、3かなって感じがします、うん、はい、だって3 23でいいそうです。23、はい、でいいかなって感じです。うん、うん、ただこれちょっと馴染みそうな気がするので、うん、綺麗だよね。3でいいかも。うん、これでもかっていうぐらいキラキラしてるんだけど、バランスよいキラキラだよね。そうで、あと厚底ぐらいもなんか、うんうん、ほどほどね、うん、嫌じゃないんですよね。 いかにもって感じじゃない、ね、うん、ちょっとやばい感じの子がね、5センチから6センチぐらいの厚底履いてる、はい、なんていうの、なんかちょっとこう変な、はい、変なっていうかね、原宿あたりのって今さら、うん、感じの厚底の高さじゃないからいい。そうですね、はい、うん、ジャストサイズでいいと思います、うん、いつも37とか買ってましたから、
3期 の, あの、うん、マレーラの37ですよね、うんうんうん、マレーラの37 23.5 で中敷き入れるか。そうかですね。23だと多分ほんとジャストサイズって感じになるので、うんうん、23.5 で中敷き入れるはありだと思います。そういうことか。やっぱりちょっと中敷き入れてみようかな、うん、やっぱり履いてみないとダメですね。靴はそうですよね、うん、もう本当にあの履き込み履き心地がいいのだけはもう間違いなく確かで、どうなんだろうね本当に。これ靴このスリッポン自体いいよね。いい。このキラキラ中敷きを入れてみたいと思います、うん、入れてみてください。ちょっとだけ厚みあり5ミリ、うん、5ミリぐらい、はい、いやなんか待ちに待っただけあって、待ちに待った綺麗さ。そうですね。これは素直にいつも使うのにをためらんだけど、可愛いって言いたいね、うん、いい可愛さ、うん、うーんまず靴下ありで履いてみる、はいそれは3半？これ3半だね。3半だと少しやっぱり少し客観的には緩い感じする。あの浮いてますね、うんうん、3半で中敷き私はやっぱりちょっと大きいかな。いつものほらシリーズのスリッポンとうちのシリーズのスリッポンとどう？なんか、うん、あの紐が美中のタイプのスリッポンって、うん、ここの甲がちょっと低いんですよ、うん、こっちの方があっちの方が、うんうんうん、紐美中の方が、うんうんうん、だから、うん、割とここで止まるんですよね、うんうん、こっちの方がちょっと柔らかくて、うん、ちょっとここの高さがあるから、うんうん、あの紐の美中のは 3.5 でいけるんですけど、うんうん、この 3.5 の方がちょっと大きく感じます。あ足の甲を押さえる感じか。そうですね、押さえが紐美中よりは少し弱い。柔らかい。柔らかいよね。そうそう。あそうか。そうすると中敷き入れると上がるから、うん、足の甲をちょうど押さえてくれるかもしれない。かもしれない。いつものだからスリッポンと比べてどうよ。ずっとうちやってるじゃん。いつものスリッポンと比べて、スニーカーと比べないでさ、比べてもだいたい一緒ぐらいですね。比べてだいたい一緒。はい、そうしましたら、あのラブロレッツさん、あれいつものスリッポンとあのメーカーは一緒なので、かかとがいつものスリッポンよりちょっと広めかな。なんかすごい難しいんですけど、自分は3か 3.5 買いますけど、うん、3です。今回は、うん、もうそれでいいよ。これは3です。余計なこと言うと分かんないから、はい、はい、うん、それでいいよ。なんとなく大きめでいけるかなっていう感じよりはジャストサイズで選んだ方がいい、うん、いいかなって思います、うんうん、そう、美術付きがいいんですよねこれね。あ、美術こっちか、うん、うん、これはビジューついてない。ビジュー付きってあの紐がキラキラしたのですね、うんうんうん、今言ってたビジュー付きはこのタイプですね。そうそうそう、中敷き入れたら浅くなるかなって、それは間違いなく浅くなりますね、うん、あの足が上がるから中敷きで、うん、嫌じゃん、嫌な感じの浅さではないです、うん、だから横幅がちょうどよくって上が浮いちゃうっていう方は中敷き入れて履いた方がいい。このスニーカーと比べてるからちょっと比べる部分で聞く方が分かんない。スリッポン同士で比べなきゃ。でもちょっと前すぎてあるよ、あのスリッポンが。あるあれだって24とかですかね。あのそのスリッポンのところはスクエアビジュ、あれはだってゴムで締め付けるから全然サイズが、
でもこれ 24.5 だからもともと大きい。だからやっぱり23の方は3がいいと思います。感覚的には。え、何ですか。いやいや、あんまり説明になってないよねと。じゃあどんな感じで説明したらいいのかね。普通に説明したらいいんじゃない。足の甲がどうのこうのとかさ、甲高段広とかどうのこうので説明してたら説明のしようがないんだよね、聞く方もっていう話。すいません、うん、もう大丈夫ですよ。ありがとうございます。次のスニーカー行きたいかなと思います。はい、よいしょ。はい、じゃあもう一つのスニーカーが、これもいいのよね、こちらです。こちらがめちゃくちゃシュッとした感じのスニーカーで、でここがメッシュみたいな、メッシュっていうのかな、ちょっとこう透ける素材を使っております。それこそシースルーですね。ですね。でゴム、あのここの紐がゴムになっていて、でここがこのように止まっているので履くときにここがこう伸びるようになっています。そうそう、なんちゃってです。なんちゃってじゃないんだけど、なんちゃって風だね。そうですね、うん、全くなんちゃってじゃないけどね。はい。でここが星がついてて、ちょっと後ろ姿も可愛いです、うん、こんな感じになります。単純にこれいいねって言って交代したらなんちゃって風だったという、うん、ね、すごい形がよくって履きやすくておすすめです、うんうん、でこちらもですね、履くとそうなんですけど、すごい柔らかいので、もう本当に足入れがすごくしやすいです。こちらがこの白と、うん、こちらの黒になります。こちらの黒になります。これすっごい綺麗ですよ、履くと。こんなちょっと色が違う、うん、なんせね、シースルーっていうのがミソですね、うん、で、ちょっと履いてみたいと思います。めっちゃくちゃエレガントですよ、これ。黒かわいいです。これはちっちゃめって言ってたね。これ今、24を履いてます。なんで3とか履かないの。出してたのが24だった。じゃないよスニーカーじゃないよ T シャツみたいな、うん、じゃないよ、そう、じゃないよ T シャツ、じゃないよスニーカー、もうそう、パロってパロールっていうより単純にパロった感じでいいんじゃないでしょうか。こんな感じになります、うん、ただ綺麗なのね、透けるの。はい、すっごい透けてるの。ここがうっすら肌が透けるところがすごいおしゃれです。写真撮っていただいても、はいはい、すっかり安いじゃん。もう一回前に出てきてもらっていいですか。結構これが後ろです、うん、後ろ姿がいいんだな、これね、靴なんでちょっと見えにくいのが申し訳ないんですけど、うん、靴の 裏まで綺麗、靴の裏まで綺麗ですよね、はい、そっちで見せる。
靴の裏がこんな感じになります。そうじゃないよ、スニーカー全く知らなかったじゃないよスニーカーっていうので、あの見た目以上に本当に軽くて、うん、すごく足がこうなんて軽やかに感じる靴です、うん、綺麗だねこれ。で黒を 23.5 を履いてみます。こっちはデート用じゃないんですね、ピンキューさん。さっきのはデート用に履きたい。あ、こっちは何用かな。これはお友達とお茶用か。お散歩用か。お散歩用か。あ、24も全然いいんですけど、23.5 でも全然いいです。23.5 でいいな。これは全部デートに履いていきます。これはここの筒のところが足に綺麗にこう入るので、うん、あの歩いててこう抜けたりしないです。ちょっと大きめを履いてもすっごく履きやすいです。あとスニーカーなのに足が小さく見える。そうですね、足元が小さく見えるって、はい、すっきりしますね。これポイントです。だいたい街中で見るスニーカーみんな足元でかい、はいはい、でかいデザインっていうものも基本あるんだけど、やっぱり足元小さくすっきり見えるっていうのはポイントだと思います、うん、いいなぁ。白の23ね、これいいですよね。あのね、この透けてる感がちょっとすごくいい。これいろんなパターンをモデルさんが試着したやつをいろいろね見せてもらって、セレクトモッコです。これは23は私にはちょっと小さいです、うん、23.5 で自分はジャストです、うん、そういう方が分かりやすいね、はい、うん、でサイズは23からしかあのちょっとないものですからあれなんですけど、いいな、デートがですよ、だって靴じゃなかったのね。ガーン、いいですね、本当にガーン、俺は靴だとばっかり思ってた。ガビーン、ガビーンですね、うん、もうすっごい履きやすいですね、本当におしゃれ。とにかくあの本当に足元すっきり、すっきりしますね、うん、びっくりすっきりね、うん、でやっぱりそのちょっと透けるところが軽やかでいいですよね、うん、ほんとほんと、ちょっと感じです。今日はなんか足元だけなんだな。そうですね、はい、こんな感じになります。うまくご覧いただけたでしょうかね。またもう一回アップで見てもらうのが一番いいんじゃない？綺麗なもん作り、ね、こちらが白ですね、うん、こうなってこうなって、うん、こうなってます、うん、ちょっとね先ほどのなんだっけあのキラキラと全然タイプ違うんですけど、そうですね、うん、こちらが黒になります。これもスリッポンか、はい、基本ね、
レオのスリポンですね。もう結ばなくていいのが、うん、ちょっといい感じですよね、うん、結んでくれてる、うん、でここが伸びるってやつ。そうですね、うん、すごいあの凝った作りになってます。はい、はい、で最初にご紹介したのがこちらです。これはとにかく今回一押し、本当におしゃれ、いい、はい、本当におしゃれです、うん、綺麗ですよ。このチェーン使い本当にあの注目ですので、うん、こんな感じになります。後ろ姿がカジュアル感ありますかね。あの星がついてる方ですかね、うんうん、そうだと思います。やっぱりこう後ろ姿は割とスニーカーって感じの、うん、なんて言ったらいいの、うん、でも綺麗だよ、めっちゃ綺麗だよ、うん、綺麗に作られてますよね、うん、女の人っていうのは星の、うん、いいね、金いくらあっても足んないね。本当ですよね、欲しいだね、うん、でこちらが黒です。こちらが黒、とにかく出来がいいですよ。はい、で軽くて本当に履きやすいです。ここのキラキラとね、ここのキラキラの、うん、ね、うん、あとここの鎖の上のキラキラ、そうそうそう、おしゃれに存在感があってでも主張しすぎず、うん、いい感じです。やはり履いた方が美しいですね。スニーカー美しい。今日昼間シュガーホリデーさんこれ両方履いていただいてた、はいはいはい、両方気に入ってて、はい、デニムとそれぞれなんかね、そう違いますもんね、雰囲気が、うん、あデニムと今日入った、はい、あのニット、はい、買っていかれて、はい、スニーカーは悩まれて変えられた。どっちも良くてね、ね、うん、すごいおすすめです。とにかく履きやすい、うん、もうワンピースに合わせてもらってほしいね、こういうのね、うん、バッチリ。でもワンピースに合わせるとしたらどっちだろう、どうだろう、どっちもいいね。合わせ方が違うか。ありますね、うん、これ柄入ってますし、うんうん、こっち無地ですし、うん、そう、重さはない、全然ないです、うん、全くないですね、軽い、うん、むしろ軽いです、うん、これで 5000m ぐらい走ったら新記録出そうなぐらい。そうですね、はい、前に行く感じ、はい、そうですね、すごい履きやすい、はい、なので自分としては、うんうん、自分としてはこっちのローファータイプはジャストサイズで、うん、はい、こちらの柄入りはハーフサイズ上がおすすめです、うん、的確です、はい、そういう説明してもらうとこう旗で聞いててもなるほどって分かります。そうですか、はい、はい、うん、黒のスニーカーが本当におしゃれで悩み回ってシュガーホリデーさん悩んでるうちにこれはなくなるよ。黒がちょっと今少ないんですよね、うんうん、こっちのタイプ、このスリッポンの方はものすごいね数入れてるけど、あでも黒は全然ないんですよ。あそうか、白は圧倒的に、あそうだそうだ、そう白がね圧倒的な量入れております、うん、黒は少なめです、うん、っていうことだね。でもおすすめです、うん、またこのローファータイプのスニーカーっていうのも、はい、なんか今までになかった感じなので、うんうん、あのファッションの一つアイテムとして大活躍すると思います、うんうんうん、あと革であることは大事。そうです ね履きやすい、はい、迷うわ。ですよね、デートにどっちを履いていこうかって。あ、そうか、そっちか、そっちだよ、ね、何色かじゃなくてデートにどっちを履いていこうかって。そうそうそう、もうほらどっちもイメージにすり込まれて。そうか、そう、さすがです。明日のデートと、そう、週末のゴルフ、どっちを履いていこうかなみたいなイメージでね。で来週のデートと来週のゴルフもあるし、そう、うん、そう、悩ましいですね。悩ましい、悩ましい、はい、はい、とにかくあの白、潔い白、うん、綺麗です、ね、うん、ちょっと汚したら、傷つけた汚し方だと、まあどっちにしても革、あ、靴はダメですけど、うん、普通に汚しただけだったら拭いちゃえば大丈夫ですから、う
なんかちょっと光沢があって、うん、エナメルまではいかないんですけど、うん、ちょっとエナメルのような光沢があります、うん、マットな白ではなく光沢があります、うんうん、良い感じです、うん、っていうか綺麗だよねこれね、すごいおすすめです、うん、一目惚れ、はい、こんな感じです、っていう感じですか、そんな感じです、はい、大丈夫ですかね、ご質問とかは大丈夫ですかね、うん、聞いたらもう一回質問何かありましたら、ね、もしスニーカーのことでご質問ありましたら何なりとおっしゃってください、今ねコメントいただければ、うん、モッチーさん万全の用準備でお答えします、はい、あ、そうだお忙しい、あ、お値段、あ、そうだ、お値段すいません、うんうん、お値段すいません、それと黒アップしてって、黒はどんなことだろう、こっちかな、すいません、お値段、天球さんまた俺のことからかってる、店長さんはどちらがデートにおすすめですか気になりますね、いじられまくり、やっぱりこっち、こっち、デートは、うん、デートこっち、うん、デートはこっち、うん、でこっちは、そっちはあのもっと車とかのドライブ、あーおしゃれですね、うん、車でドライブの時、うん、そうそうそう、こっちは都内とかあの、まあ、ちょっとお茶しに行くぐらい、はい、あーおしゃれ、なんか納得、うん、行動範囲が少し広い場合はそっちデートね、で行動範囲がそんなにこう広くない場合はこっちタウンですね、そうそうそういうこと、こちら黒になります、はい、参考になります、であと、はい、こちらが黒になります、はい、そうお値段言ってなかったですね、うんうん、すいませんでした、はい、こちらのお靴両方とも、18,480円になります、うちは全部靴のシリーズ16,800円に消費税だよね、そうですね、うん、すんごい履きやすいのでとてもおすすめです、はい、はい、あと漏らしない、漏らしはないですかね、黒アップしてはアップしたっけ、はい、でお値段が16,800円の消費税で18,000いくらだったっけ、18,480円です、はい、はい、上代が18,480円、はい、綺麗ですよ、でサイズは23から25まで 0.5 センチ刻みで入荷してます、はい、25だけは各色1足ずつしか今回ちょっと手配してないです、やっぱりサイズ的には23、3.5、4が圧倒的に多いのでね、うんうん、ちょっとあのサイズの部分でご不便おかけする場合が多々ありますけれど、25の方もしかして早く連絡いていただければと思います、うん、思います、はい、そんなところですかね、はい、はい、大丈夫ですかね、はい、もしご質問あれば何なりと LINE とかメールとかでも、うん、お電話でもご質問くださいですね、はい、はい、そんな感じでしょうか、あとファッショベルトが入った、そうだ、もうここ何年間ずっとやってきて、うちのフトベルトの歴史を作ってくれたこの牛革のね、うん、サッシュベルト、ここへ来てまた圧倒的に需要っていうか、うちのディスプレイコーディネートを見ての反応がメインなんですけれど、またサッシュベルトが大復活してきております、はい、なのでお持ちの方はタタタタです、スカートとかね、ワンピースがまた、ね、はい、結構いいのがあるので、うん、そうですね、うん、ルーズベルトとか少しこうねバックル系、バックルに特徴のあるあのベルト種だったんですけれど、逆に言うと表情を消したサッシュベルト、はい、また今回牛革でバッチリ揃えました、黒のみです、はいはい、こちらが、はい、7900円プラス税になります、はい、8690円になります、はいはいはい、牛革です、はい、と数に限りがありますので、はい、配達写真ブログでお願いします、はい、かしこまりました、で
サッシュベルトも再三言ってますけれど、その裏のところ、要するにこうポリエステル系だと滑って締まらないんですね、はいはい、革でないと締まらないの。革なので裏側がスエードになっていますので、はいはい、革でないと結んだ時に止まりません、締まりません、ずれます。それがやっぱりサッシュベルトの命は革であること、滑らないので締まるんですね。合皮だとなんかちょっと反発しちゃって、もう話にならない、うまくいかないですね、話にならない しててストレスになる、はい、まあそういうわけで、はい、サッシュベルト牛革今回また入りました。はいです。あ、そのメイメイ J のブラウスかっこいいですねって、あれこれ買っていただいてなかった、これは、うん、これは、うん、ですね、お求めのは黒、こっちとこっちのタイプ。ああそうかそうか。でこれは、うん、あれ黒ありましたっけ、ないか、なかったでしたっけね、うんうん、白だけですね、もともと、もともと白だけだったかもしれない、見せてないんで忘れてなんか他のこういうタイプとかこういうタイプがなんかわーって流れになっちゃって、すいません、うん、はい、すいません、もしかしてボケかましてておすすめ忘れてるかもしれないですいいよね横は横はこういう感じになります。なんか買った層にこのポアン袖のって、はい、今までも何かあったんですけど、このメイメイジェイのって、うん、ここがすごい、ね、綺麗なんですよ、うん、全然違うんだよね。そう、ここがボーンってならないんですね、うん、なのでそのこういうポアン袖のもそうなんですけど、ちょっと肩幅がある方が着られても全然怒った感じにならないのがすごいなって思います、うんうんうん、あ、よかった、知ってましたってなんか見せていた、ね、かばってくださってるような気もしないではない、うん、そんな気がする、うん、そのような感じで、はい、スニーカー、はい、とてもおすすめです、うん、すごいよね、見てくれてる人たちがなんかフォローしてくれてるって人徳でっか、しかも ね、お値段もうすっかり忘れてて、うん、お値段は何のライブなのみたいなね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、とてもおすすめですね、なんかちょっとワクワク、はい、いい感じです、いい感じです、色サイズ、まあ、白黒のシリーズですけれども、今日入ったばっかりでサイズびったり揃ってます。で白に関してはしばらくサイズ掛けしないと思いますが、黒に関してはそんなにないので、まあ、黒を気になってらっしゃる方、黒に関しては早めにお勧めいたしますって感じかな、はい、うん、この感じです、はい、はい、じゃあ今日もご覧いただきありがとうございました、ありがとうございます、じゃあ行きます、はい、 This is the fashion、 あとお待たせしたことを最後、あ、はい、10分ぐらい待って、そうですね、うん、開始が遅くなってしまってすっかりお待たせして申し訳ありませんでした、はい、貴重なお時間ありがとうございます、ね、本当にね、しかも待っていただくってね、感謝の気持ち以外何もないですね、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、よかった、いい靴見ていただいて、ね、ですね、うん、ありがとうございます。